お別れしましょう、テイチ君。そんな、何を言い出すんですか、ユウコさん。もう、ダメみたいなの。ダメって、何が。もう、この世にはいられないの。どういうことなんですか。私ね、消えちゃうの。私が、今まで幽霊としてこの世に存在していたのは、きっと、なさなければいけないことがあったから。 別々になっていた自分を一つに戻すこと。定一君のおかげで、それが叶った。あの辛い過去も、その時の記憶も、捨て去った感情も、定一君のおかげで全て受け入れることができた。もうこの世に思い残すことがなくなった。そうしたら、もう終わりみたい。ユウコさん。でも、 いいの。幸せだったから。定一君と会ってから、ずっと、それだけで十分。ユウコさん。私の中には、戻ってきたもう一人の私の記憶もあるの。あの日から60年の間、ずっとずっと苦しみ続けていた私。その辛い記憶すら、定一君との時間が全て癒してくれた。 ありがとう、テイチ君。ここでさよならしましょう。どうしてですか。最後だもの、綺麗に別れたいじゃない。そんなの嫌です。何かないんですか、ユウコさんが消えずに済む方法は。どうして。私以外に幽霊って見たことある。<笑> たくさんの人が生まれて死んでいくのに、どうして他に幽霊がいないの。おかしいでしょ。この世に幽霊なんて存在しないの。諦めないでください。たとえ存在しても、いつまでも現世にはとどまれない。今までこうして一緒にいられたじゃないですか。未練がなくなるとともに消えていく。何か方法があるはずなんです。そんな気はしてたの。いつかはこうなるんじゃないかって。 ユウコさん。だから辛くはない。もともと死んでいるんだから。嫌だ。だから悲しくない。もともとなかった時間だから。嫌だ。だから嫌だ。僕は別れたくありません。そんなの絶対に嫌です。何か方法を考えましょう。そうだ、キリエさんに聞けば何かわかるかも。やめて。小野木さんにも事情を話しましょう。心霊関係詳しいですし。やめて。 大丈夫です。二人ならきっと力になって。やめて。何をするんですか。最後なのよ。邪魔を呼ばないで。僕は最後だなんて思ってません。わずかでも望みがあるなら何だってします。可能性がなくたってやるだけやってみましょう。やった。 思いつくこと、思いつくこと、すべて試した。でも、無理なの。なら、どうしてもダメだって言うなら、僕は最後の最後まで、ユウコさんのそばにいます。諦めて、テイチ君。絶対に諦めません。もう帰って。絶対に帰りません。私を一人にして。 絶対に一人にします。お願い、テイチ君には私が消えるところを見せたくないの。テイチ君が私のことを好きでいてくれるのは分かってる。だから私が消えるところを見たら、すごく悲しむのも分かってる。私がいなくなった後も、テイチ君は生きていかなきゃいけない。テイチ君は新しい人を見つけて、新しい恋をして、 新しい幸せを手に入れないといけない。そのためには、早く私を忘れないといけないの。そんな、僕がユウコさんを忘れるわけないじゃないですか。今まで付き合わせて、ごめんね。違う、そんなんじゃない。そんなことない。さよなら。話して。話しません。お願い、話して。
いいえ、僕は何があってもこの手は離しません。ダメ。僕は最後の最後までユウコさんと一緒にいます。ダメ。いいえ、僕にはその権利があります。だって僕はユウコさんを愛してるから。ダメって言ってるのに。いいですよね、ユウコさん。そんなこと言われたら決心が鈍っちゃう。最後は綺麗に別れるつもりだったのに。ユウコさんにだけ寂しい思いはさせません。最初に会ったのはここでしたよね。そうね。噂で聞いた階段を思い出しながら大鏡を覗いたら後ろに気配がして、それで意識したから私が見えたのね。この部室に来たのは呼ばれた気がしたからなんです。そう、確か鈴の音に。もう一人の私が定一君を呼んでいたの。ずっと変わることのない時を覆すために。僕が朝ちゃんの孫だったからですか？うん、そのことは知らなかったわ。でもね、もう一人の私も好きだったの、定一君のこと。あ、やっぱり私は私よね。ゆうこさん、定一君がくれたから。え、私に初めて。ゆうこさん、声が。泣くわけないじゃないですか。約束します、ユウコさんの心残りになるようなことはしません。できるんですか？それで心残りなくいけるんですか？そうですか。それじゃあ僕は優子さんのこと忘れます。時間はかかると思うけど、すぐには無理だと思うけど、いつまでも未練に思ったりしません。優子さんのこと忘れて新しい人とやって、これまで通りの生活をして、これからの生き方をして頑張っていきます。私は優子さん、優子さん、行かないで。まだ行かないで。優しい との